どうも、ゲーム実況者のうなぎです。最近、水たまりの中に足を思いっきり突っ込んじゃって、体びしょびしょになっちゃいました。みんな動画見る前に、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、それでは鬼ごっこしていきたいと思うんですけど、実は、鬼ごっこじゃないんですよ。今回鬼ごっこではなく、ドッキリを、他の7人仕掛けていきたいと思います。で、今回、鬼ごっことみんなに言っているんですが、俺は真ん中ら辺で探してるふりして止まります。で、一回ね、この企画やったことあるんですけど、鬼ごっこの鬼が、もしも、なんか動かなくて、もう攻撃してこなかったら、どんな反応をね、逃げる側するのかっていうのをやっていきたいと思います。行こう探し行こう、最初ちょっとやってるふりするね。バレないようにやってるふりする。で、今回はね、鬼が3人、自分以外にいるんですけど、前は1人でやって、お、ここなんかいる。なんかいる。なんでとりあえず。あ、いる。普通にいる。よし。そろそろ止まるか。そろそろ止まろう。オッケー、止まった。あー、目の前でやられた。鬼がね、いっぱいいるからね。待って、これ、生き残り少ないんじゃないか。あれこれ。いないもん、逃げてる人。うちの鬼3人、強すぎて逃げれなくて。終わりが、あ、来た。いる。気づいたか？ちょっと一回動こう。でももしかしたら俺が止まってる間に、逃げる方やられちゃってるかもしれない。もう一人しかいない。あ、ここにいたらしい。死んじゃった。びっくりして落ちちゃった。はい、やっぱ鬼がね、多いと、やっぱ逃げれないということで、全員に仕掛け人になってもらいました。俺一人だけだと、やっぱダメだったので、これからみんな仕掛け人です。で、1分間ね、相手チームが塗るので、ちょっと待ってよ。めっちゃ塗ってる。めっちゃ塗ってる。いやあ、触れてる。やばい、汗と落ちちゃうかもしれない。もうこんなところにあ、みんな集合。みんな集合。集合。オッケー！みんな来た。オッケー。あれ？逃げる方どこにいる？あれ？いた。いたぞ。ちょっと寄ってきた。さあ、鬼は止まってますけども。鬼は止まってますよ。あ！アサリ投げてきた！ちょっと警戒してるね。まだ警戒してる。他の子は？あと2人いるはずなんだけど。どこだ？2人しか見当たらないな。ガチで隠れてんのか。あ、いた。なんか頭光ってるから見えるぞ、あそこ。あそこにいる。あ、来た。あ！え？水に落ちた。水落ちた。一人倒したぞ！みんな一人倒した！相手が水に落として倒したぞ。こっち来た。歩いてきたぞ。お、近くまで来て。めっちゃ警戒してる。アサリ投げていい？びっくりさせていい？あっちから投げてた。警戒心解いたぞ。ね、寄ってきた。いっぱい寄ってきた。あ！脱獄してる。一人落ちたの脱獄してる。バレないと思って。あれ？一人回線落ちたよ。一人回線落ちた。